JK6044 のプロテクト KV パーカーですね。こちらが JK604 というもののアップデートのモデルになります。こちらね、動画内で触れてないんですけど、実は生地が違うんですよね。あの生地が、コットンベースのものからポリエステルベースのものになって、色落ちしにくくなって劣化しにくくなりましたよね。であとデザインがシンプルになっていて、 JK604 はコミネっていうロゴが結構大きく入ってるモデルが あるんですけど、それがなくなりましたね。でプロテクターが C レベル2のソフトプロテクターが肩肘になりました。で胸にはオリジナル成形の瞬間硬化作用のある高分子素材を使ったプロテクターを使用していますと。男性を女性をそれぞれね開発してますよね。で背中には EVA のパッドが入っています。こちらはですね、思いのほか日本で人気が出ているモデルですよね。すごいシンプルなところが受けてるみたいですね。でケブラーの裏地が入っていて強化されていると。でそこもポイントかなと思うんですけどね、はい、こちらがブラック、オリーブ、ネイビー、グレーというね4色展開でやっていっております。で今こうやって裏地がちょろっと見えてますけど、こちら、はい、見えてますよね。黄色いところが見えてると思うんですけど、こちらがですねケブラー生地を使っていて、耐摩耗性ですね、すごく強い生地を使っているので、転倒してね生地が破れてもここが内部まで到達しないというような、かなりね耐摩耗性に優れた素材を使っていますということですね。でこちらのベルクロが何かっていうと EK101 っていう電熱ベストが装着できるようになっているので、はい、こちらを使っていただくと、まあ、冬でもねあったかく使っていただけるという商品になっております。はい、こちらのパーカー自体が、まあ、通年着れる、まあ、真夏は厳しいと思うんですけど、まあ、春とかね秋も着ていただけるので、まあ、一着持っていていただけると、まあ、いろんな使い方ができるプロテクションジャケットとしてね着ていただけるんじゃないかなと思います。でこちらちょっとしたギミックなんですけど、このフードがバタつかないようにフードの機能がジッパーでね閉じれるようになっていますよね。閉じれるようになっているので、ジッパーを開けないとフードとして使えることができないので、まあ、これをねご注意いただければなと思います。はい、で閉じるとねバタつき軽減できるので、まあ、バイクに乗っても煩わしさを軽減できるというふうになっています。はい、考えられていますよね。はい、こちら知っておいていただけるとありがたいかなと思います。もともとですね、こちら海外需要があるっていう見込みで始めたんですけれども、意外にね国内需要があるジャケットになっていますので、こちら新しくね生地も新たに開発した商品になりますので、一度お試しいただければなと思います。はい、ありがとうございます。